こんにちは、ホタルアミキッズです。今日はセリアさんで購入してきました新作新色ケイト、こちらをご紹介していきたいと思います。まずはこちら、プリンセスモールです。今回出てたカラーは3色になります。パープル系やブルー系のカラーが出てました。ポリエステル 100%、 1玉約 30g、 長さは約 50m になってます。使用針はかぎ針が6号から7号となってます。こちらがカラーナンバー5番です。ブルーです。カラーナンバー6番、ダークパープルです。めちゃかっこいいパープルになってるかなと思います。こちらがカラーナンバー7番、ウィステリアというカラーになってます。こんな感じのかわいいカラーになってました。お店には去年あったカラーナンバー1番の白とか、カラーナンバー4番のグレー、こちらの色と、あとカラーナンバー2番と3番かな、今手元にはないんですけど、ピンク系のカラーも置いてありました。薄いピンクとちょっと濃い感じのピンクかな。今回はこちらの5色を購入してみました。バッグにしたり、ブランケットとかマフラーとか、いろいろ楽しめるんじゃないかなと思います。去年はプリンセスモールを使ってブランケットを編んできたので、今年もまた何か編めたらいいかなと思います。次はこちら、オーロラウールの新色になります。3色購入してきました。毛 100%、 1玉約 25g です。長さは 37m になってます。使用かぎ針の目安は6号から7号となってます。カラーナンバー6番、グリーンです。今まではピンクとか赤とか可愛いなって思うことが多くて、そういう色を好んで買ってたんですけど、こういうグリーンも最近すごく素敵だなと思って、今回のグリーンもめっちゃいい感じのカラーになってるんじゃないかなと思います。いろんなグリーンが入ってて、すごく綺麗なグラデーションになってる感じがします。カラーナンバー7番、ピンクレッドです。こんな感じのカラーになってます。かわいいピンクが入ってたり、かっこいい赤が入ってたりしてます。カラーナンバー8番、パステルというカラーになってます。ピンクやパープル、ミントグリーン的な感じのカラーが入ったかわいい色になってます。次はこちら、ミルフィムになります。5色の新色が出てました。アクリル 100%、 1玉約 35g の 105m です。使用かぎ針の目安は4号から5号となってます。カラーナンバー28番、パッションベリーというカラーになってます。綺麗な赤やブルー、パープルが入った感じのカラーになってます。カラーナンバー29番、ハニーイエローです。これも白い糸の中にブラウンとかオレンジ系、あとイエロー、パープルなどのカラーが入ってます。すごく秋っぽいカラーかなっていう感じです。カラーナンバー30番、レトロオレンジです。こちらも白い糸の中に薄いブルー、グリーン、ピンクが入った感じになってます。その中にオレンジが入ってて、すごくレトロ感満載の可愛いカラーです。カラーナンバー31番、ノルディックグリーンです。画面に映っているカラーとちょっとこのグリーンが違うんですけど、もうちょっと青緑した感じのカラーになってます。
赤紫っぽいパープルが入ってたり、綺麗な黄緑とか黄色とかも入ってます。カラーナンバー32番ネイビーグレーです。薄いグレーが入ってたり、ブラウンやブルー系のカラーが入ってます。今回もめっちゃ可愛いカラーがいっぱい出てました。次はこちらニュッセです。去年もカラーナンバー1番から4番であったんですけど、すごく人気の糸でなくなるの早かったなっていう記憶があります。今年はこちらの3色が新色で出てました。アクリル 100% 一玉が約 35g の 65m となっています。使用かぎ針の目安は 7.5 から8ミリのかぎ針です。カラーナンバー5番ナチュラルミックスです。オレンジ系とかブラウン系が入ってます。あとブルー系とかイエロー系も入ってたりしてます。こんな感じのカラーです。カラーナンバー6番オレンジミックスです。ホワイトやブルー系のカラーの中にオレンジが入った感じかな。こんな感じのカラーです。カラーナンバー7番マリンミックスです。これもホワイトとブルーのカラーの中にグレーが入った感じのカラーになってるんですけど、こっちのオレンジミックスで使っているブルー系のカラーとはまたちょっと違う雰囲気で、少しダークかかった感じのブルーになってる感じがします。こんな感じのカラーになってます。私が行ったお店には去年出てたカラーナンバーはちょっと忘れちゃったんですけど、赤系のカラーとブルー系のカラーが置いてあったので、もしかしたらお店によっては黄色系とかパープル系とかもあるかもしれないです。あったらラッキーですね。次はこちら新作糸になってます。バンピーという糸です。編み地がデコボコになるスラブ糸、簡単に個性的な作品が作れますとのことです。細いところとか遠いところがあるので、普通に細編みとか長編みとかしていくだけで、細い太いのアクセントがすごく可愛くなるんじゃないかなと思います。アクリル 100% 一玉約 25g の約 14m、 ちょっと短めなので小物系とかにいいのかなと思います。たっぷり糸を使ってマフラーとかスヌードにするのとかもすごく可愛いかなと思います。使用かぎ針の目安が 8mm から 10mm となってます。カラーナンバー1番ホワイトです。すごく綺麗な白になってます。カラーナンバー2番ベージュです。これも優しい感じのベージュになってる気がします。カラーナンバー3番ブラウンです。カラーナンバー4番オレンジです。4色がありました。色を組み合わせて編んでもすごく可愛いかなと思います。似た感じのカラーになっているので合わせやすいのかなと思います。糸はこんな感じになってます。ギュッと寄りが強いところとか、ふわっと緩いところとかがあって、細い太いを楽しめそうな糸になってます。等間隔で太い細いと入っている感じです。8ミリで編んでみます。太い、細いといった感じで変わってくる糸の太さがすごく可愛いです。太いところも細いところも同じくらいの
力加減で編むのもいいかなと思います。こんな感じで編み地を楽しむことができるのかなと思います。最後はリリーメタルという糸になってます。3色ありました。こちらも新作糸になっているかなと思います。ポリエステル 70%、 アクリル 20%、 毛 10% です。1玉約 20g の約 37m です。使用かぎ針の目安は5号から7号が目安となってます。カラーナンバー1番シルバーです。どの色もそうなんですけど、どの糸もキラキラしててメタリック感満載の糸になってるかなと思います。こちらはシルバーカラーでこんな感じの糸になってます。カラーナンバー2番シャンパンです。カラーナンバー3番スチールです。青系のメタルになってます。かぎ針6号を使って試し編みしてみようと思います。細めの糸になってるのでサクサクは編めないかなと思うんですけど、すごい他の糸にはないメタル感があるので、他の糸と組み合わせたりしてワンポイント作ってあげるのもいいかなと思います。チクチク感もないので小物以外にも肌につける感じのマフラーとかスヌードウェアとかにでもいいかなと思います。チクチク感が感じるのは個人差があるので何とも言えないんですけど、個人的にはそんな感じです。編み地はこんな感じです。ブルー系とベージュ系とグレー系って言った方が分かりやすいのかな。こんな感じのカラーなんですけど、糸がキラキラ光沢感ある感じなので、ワンポイントで他の糸と組み合わせて編んであげるといいかなと思います。もちろんこのままこれ単色だけで編んであげるのもすごくかっこいいイメージになるんじゃないかなと思います。以上が今回購入しました新作新色系統の糸になります。今回こちらの動画で紹介してない糸もお店には何点かありました。セリアさんも新色系統がいろいろ出てたので、お買い物のご参考になれば嬉しいです。最後までご視聴くださりありがとうございます。